はい、どうもめちゃんるです。本日はですね、2月20日12時より申し込み開始となりましたアメリカンエクスプレスゴールドプリファードカードについてですね、ご紹介をしていきたいと思います。急にねやってきましたね。なんかね、アメリカンエクスプレスのゴールドカードについては申し込みがね一時止まってたんですけど、それがね解禁されたと同時に新たなカードの誕生ということでございます。早速ね内容入っていきたいというふうに思います。行ってみましょう。はい、こちらがですねアメリカンエクスプレスさんのホームページとなっております。もうねトップの方に出てますね。誕生、輝きを放つメタルの新ゴールドカードということでございます。まだ私ねビジネスカードのゴールドのメタルカードすらね見てないんですけれども、この個人カードにつきましてはメタルカードとなっております。ちゃんとねカードナンバーも裏面、裏面にね入っているという感じでございます。いやー、これねかっこいいと思いますよ。実際手にね持ってみたいなと思います。はい、でこちらがですねアメリカンエクスプレスさんのカードのラインナップとなってますけども、今までありました従来のねゴールドカードにつきましてはもうね記載がございません。個人のゴールドカードについてはもうこちらのですねアメリカンエクスプレスゴールドプリファードカードがスタンダードという形になります。年会費がですね税込みで 39,600円となりますので、税抜き 36,000円、今までのねゴールドカードにつきましては年会費が税抜き 29,000円、税込みで 31,900円ということになりますので、まあ若干ね7000円ぐらい税抜き価格で値上がりというふうになっておりますが、今までのですね特典に加えてですね、こちらにある通り特典が付加されているという形でございます。そしてね今キャンペーンがもうかなりモリモリで、合計12万ボーナスポイント獲得可能というふうになってますね。これすごい、もう大盤振る舞いという感じですね。でこちらですね、こんなに使えるゴールドプリファードということで、紹介のねページがございます。はい、まずね特典を使い倒して、例えば1年間で合計6万1000相当の価値がありますよということであったりとか、まあ、年会費3万9600円を超える価値がありますということを謳われてたりですね、ポイントが早く貯まって例えば1年間で3万1800ポイント獲得でですね、1ポイント1円で年会費に充当していただくこともできますよ。ANA の方にマイルをね、移行していただくこともできますよということと、まあ、後ほどですね、ご説明します。フリーステイギフトがね、今回ね、このゴールドカードでつくんです。ただし、条件がね、ついてきますけれども、これアメリカンエクスプレスさんのプラチナカード以上でですね、特典が受けられるフリーステイギフトが、なんとこちらのプリファードカードにはついているといった形でございます。はい。ゴールドプリファードで毎日を楽しむだけで OK っていう感じでございます。まあいろんなね、使い方のご紹介がありますね。まあ旅行であったりとか、ダイニングであったりとかですね。はい。まあこんなような形で。まあ今まであったね、ゴールドダイニングの招待日和などもありますけど、ポケットコンシェルジュでですね、こちらですね、ダイニングの 20% キャッシュバックがあったりとかですね、まあそういった特典がね、付加されている。まあただしですね、この1万円がね、年会最大額と。いう形でちょこちょこですね、年間最大額といって、まあ、縛りがねあるんですよね。まあ、ここだけなんかなくなった方がいいの良かったかなっていう個人的には思いますけども、まあ、それでもですねちゃんとね、上限はありにしても特典を受けていただくことができますので、使う方にとってはね非常にメリット、大きいんじゃないかなというふうに思います。その他ですねヨドバシカメラさんだったりとかアマゾンさんでお買い物をしていただくとですね、まあ、こちらはですねボーナスポイントプログラムで年間ね3300円税込みのね、ポイントプログラムに加入していただくことによってですね、ヨドバシカメラさんだったりとかアマゾンさんのポイントがね多くいただくことができるようになってきますので、まあ、単にですね、今保有しているだけだと、基本的には100円あたりですね、0.5 ポイントのポイントがね、付加されるといった形になります。まあ、ちょっとね、そこら辺は今までのゴールドカードと同様にですね、制限があるという形でございます。はい。で、ご入会及びカードの利用条件達成で合計12万ポイント獲得可能ということになります。先ほどね、お話しさせていただいた通り、まあこれご紹介だったりとか、まあ今のね、キャンペーンで入会していただくことによって、まずですね、入会後3ヶ月以内に合計50万以上ご利用していただくと、2万ボーナスポイント獲得していただくことができます。そしてね、引き続き入会後6ヶ月以内に合計100万以上のカードのご利用でですね、さらに8万ボーナスポイントを獲得していただくことができますという感じですね。そしてご入会後6ヶ月以内にこちらの同サイトに行って合計5万円以上のカード利用ですね、このアメリカンエクスプレスさんのトラベルオンラインを利用していただいて、5万円以上のですね、予約をしていただくことによってですね、ボーナスポイントが1万ボーナスポイント獲得していただくことができます。で、この100万円のね、ご利用で合計
通常のポイント利用で1万ポイント獲得していただくことができますので、合計で12万ポイント獲得していただくことができますよといった形でございます。はい。さらにね、こちら発見していただくと、ご入会後お友達を紹介していただくと、さらにね、加入していただいた場合には、1万ポイントね、紹介した側にもいただくことができると、いった形でございます。このゴールドプリファードカードの特徴、まずね、やっぱりメタル製のカード。これがね、大きなメリットかなというふうに思います。で、その他ですね、年会費を超える価値をあなたにということで、このフリーステイギフトがですね、年間200万円以上のご利用していただくことによって、更新時にですね、フリーステイギフトを獲得していただくことができますので、今回ね、発見していただいた方については、フリーステイギフトっていうのはいただくことができません。あくまでですね、更新特典、継続特典という形になりますので、その年200万円ご利用していただいて初めて、継続していただいた、更新していただいた際に、フリーステギフトをね、利用していただくことができますといった形です。そしてアメリカンエクスプレストラベルオンライントラベルクレジットがですね、これも継続特典で、これはですね、利用金額に関係なくですね、継続特典で1万円分のトラベルオンラインのトラベルクレジットをいただくことができますよということですね。はい。そしてプライオリティパスの年会費無料、ラウンジ使用料1回35米ドルが年2回まで無料、約これがね、1万7000円相当であったりとか、ポケットコンシェルジュダイニング 20% キャッシュバックで年間最大1万円分の特典。そしてね、ゴールドダイニング by 招待日和を利用していただくことによって1名様分のコースがね、無料となりますので、まあ、例えば1万円だったりとかね、お得意にお料理をね、いただくことができますよということですね。で、ホテルダイニングの特典だったり、あとね、スターバックスのね、カードへのオンライン入金で 20% キャッシュバック。これも最大5000円分という形ですね。で、メンバーシップリワーズプラスが、まあ、通常ね、これ3300円のところが、無料となりますということですね。だからこれをね、ご利用していただくことによって、ヨドバシカメラさんであったりとか、アマゾンさんのポイントをね、多く獲得していただくことができるといった形です。このカード付帯特典を活用していただくことによって、年間合計6万4300円相当の価値。まあ、それ以上見出す方はできるかもしれませんけど、まあ年会費もっと取れますよね、っていうことで一応ね、歌い文句となっております。まあ確かにね、めちゃめちゃメインカードで使い倒す方にとってはかなりね、メリットを受けられるんじゃないかなというふうに思います。はい。こんな感じですね。はい。そしてね、継続特典フリーステイギフトにつきましては、まあアメリカンエスプレスのプラチナカードであったりとか、ビジネスプラチナであったりとか、ANAMEX のプレミアムカードなんかにね、あとセンチュリオンカードなどにね、付帯してくるわけですけれども、これがね、年間200万円利用していただくことによって、更新時にですね、フリーステイギフトいただくことができますよということですね。これカードね、やっぱかっこいいなというふうに思いますね。はい。年会のお支払いから2ヶ月後をめどに。これはね、通常のプラチナカードの更新時もだいたいこのぐらいのイメージかなっていう感じですね。はい。で、こちらのね、フリーステイギフトの利用のね、使えるホテルのご案内などもありました。ちょっとね、まあざっと私先に見たんですけれども、数減ってるなと思ったんですが、2024年のね、4月1日以降なんですよね。はい。今私直近で見たのはね、今年度2023年度分しか見てなくて、これね、発表されてるのが、2024年度分という形になりますので、そもそもですね、ホテル利用できるとか若干減ってるのかもしれないですね。まあ当然ただね、新しいホテルなども、加わっておりまして、まあシェラトン鹿児島さんとかね、まあ新しくできたところ、入ってたりしますね。長崎マリオットホテルさんとかもね、入ってたりしますので、まあこういったところにですね、利用していただいてフリーステギフトを利用して、宿泊していただくこともできますので、これだけでもね、結構年会費の元を取っていただくっていうことはね、できるんじゃないかなというふうに思います。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、ざっくりね、説明させていただきました。まあ、イメージとしましてはね、従来のアメリカンエクスプレスゴールドカードの特典に加えてですね、200万円以上決済していただくことによって、フリーステイギフトが利用していただくことができたりとか、まあ、その他若干ね、特典がついてたりとか、あとはですね、やっぱり、メタルカードに、個人カードでね、メタルカードとなるというところが、まあ大きなところかなっていうふうに思いますね。そしてですね、ゴールドカード、今までのね、ゴールドカードにつきましては、家族カードが確か1枚無料だったんですけれども、こちらの、プリファードカードにつきましては、2枚までね、無料となってまして、3枚目からですね、有料で発券していただくことができるという形ですけど、まあ2枚あればね、一般家族的には問題ないのかなというふうに思いますけれども、結構これもね、大きいかなと思います。だからこの7000円分のですね、料金、年会費が上がるっていうのがですね、どう捉えるかですね。今ちなみに既存のね、アメリカンエスプレスゴールドカードをお持ちの方はそのまま継続していただくことが
できるそうです。もちろん、ね、切り替えていただくこともできるそうですけど、切り替えにはね、一応やっぱり審査が、伴うということで、まあ当然審査がダメだったからといって、そのゴールドカードも没収ということではなく、まあただカードの切り替えができないっていう可能性もあるみたいですけど、まあ通常ね、利用してれば多分利用はできるんじゃないかなと思いますけども、もし切り替えをする場合は通常のね、審査、電話で申し込みして、アメリカンエクスプレス側の方で審査をね、伴うという形の切り替えになるそうです。で、今、既存のカードをそのまま保有し続ければ、元のね、税込み3万1900円の年会費でアメリカンエクスプレスゴールドカードとして利用していただくことはまだまだね、できるみたいですけど、これがね、いつまでできるのかっていうのはちょっとね、わからないので、ひょっとすると、長くね、継続して利用していただくと、いつのタイミングかで、もうプリファードカードの方に切り替えてくださいねっていうご案内が来るのかもしれないですけど、これメインカードでね、ガンガン使い倒してる方にとっては大きなメリットだと思います。まあ、ただし、今利用し、あまりしてないなっていう方については、切り替えることによって、なんでしょうね。まあ、ちょっとね、年会費の値上げみたいなね、形で捉えられることもできるのかなっていうふうに思いますので、まあ、本当にね、年間200万円ぐらい利用する方であれば、フリステギフトも利用がついてくるわけですんで、結構ね、うまく活用していただくことはできると思いますけど、皆さん、いかがでしょうか。はい。私もね、今ね、プラチナカード利用してますけど、やっぱりね、プラチナカードの年会費税込み16万5千円まではね、ちょっと手出せないけど、今ゴールドカードで、まあフリーステギフトもつくんだったら、年間200万円ぐらいメインカードで使えるよっていう方だったら、結構ね、発見していただいてもメリットあるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひね、ご検討いただければいいんじゃないかなと思います。私もゴールドカードのメタルカードね、ちょっと触って拝んでみたいなというふうに思いますので、新規発見するのか、はたまたプラチナカードのダウングレードなのか、まあちょっとね、総合的に、私も今保有しているカードをね、見直していきたいなというふうに思います。まあただね、こんな感じで、まあただネーミングがね、なんだろう、今までのなんかクレジットカードの歴史、ゴールドカードって付くようになって、プラチナカードって付くようになって、ブラックカードって付くようになって、令和に入ってプリファードになったのかなっていう感じなので、今度ね、新しいクレジットカードが発見される際にはどんな名称がつくのかね、ちょっと気になるところだなっていうふうに思います。はい。まあちょっと余談ではございますけれども、まあ本日はですね、2月20日12時より申し込み開始となりましたアメリカンエスプレスゴールド、プリファードカードのご紹介ということでね、動画撮らせていただきました。今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよって方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していただけると嬉しいです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL の方貼ってありますんで、もしね、このカードのご紹介とか希望がもしありましたら、DM 等でね、ご連絡いただければ幸いです。あとね、引き続きこういった感じでですね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等発信させていただいておりますので、ぜひね、チャンネル登録とベルマークのね、通知ボタンを押していただいて、次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。